どうも、実写版埼玉先生、アークです。よろしくお願いします。いや、皆さん、やってきましたよ。今日の企画、いや、企画というか、経過と言いますか、こちらでございますスカルプ D メディカルミルキー 5！ ということでね、こいつなんですけども、何本目これ ?1!2!3!4 本目ですよ。もうね、インスタもね、もう一時あ、やばーって、いつかぐらい放置してしまった時もあったさね。一番最初の回から、初めて、こないだで120ですね。120日。いや、マジ、よう続いてるね、これほんまに。よう続いてるわ。お披露目しますか。もう見たいですか？見たくないですか？スキップせんといて。15秒スキップせんといて。さあ、もう、もう見せようか。はい、行きます。見せますよ。はあ、世の中って理不尽やな。はい、ということでこんな感じです。ちょっとね、1ヶ月目、一番最初と比べてどんな感じですかね。初日のインスタと比べたらだいぶね、いや、生えてきたんちゃう？そろそろ。僕、どっちかというと、まあ、どっちでも、まあ、どっちかもクソもないねんけどな、ハゲてるから。ここの M のとこないのね。ここがね、0.01 ミリなんですね。ああ、極薄ってことですね。かけ方としては、これ、こうやるじゃないですか。やっぱ頭頂部メインから、こう、トントンしていっちゃうんで、ちょっとここがあんまりついてなかったのかな。あ、帽子かぶります。はい。頭頂は結構入ってきたんちゃうかなって思います。どうです皆さん。初回から見てくださってる方、頭頂から見てくださってる方でも構いません。生えてるか生えてないかコメントが欲しい。うん。もう世の中のハゲの男性、俺の動画を教科書にしろ。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。これからもね、育毛、発毛、頑張っていきますんでね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、アークでした。いや、俺めっちゃハゲてるやん。びっくりした。編集しながらめちゃくちゃびっくりしたんやけど、初日と現状全然ちゃうやん。まあ、初日の方が髪の毛長いのはそうやねんけど、今めちゃくちゃ薄なってもうてるやん。まさか、これがあの噂の、初期が